こんにちは。ヨガ講師のめぐみです。30日間の朝ヨガチャレンジ、Day 23は気持ちいい朝のストレッチヨガをお届けします。今日のアファメーションは、私は恐れや不安を手放します。私は恐れや不安を手放します。心配事があるときはどうしても体をぐっと固めて緊張してたり、このね、体ぐっと力が入ってることで、こうかえってよりこう不安とか緊張状態がホールドされるっていうことが起きてきます。体をふわっと広げることで、その恐れや不安、心配事をリリースしていきましょう。それでは四つん這いになっていきましょう。足の甲を寝かせたら、ここから右手を前に伸ばして、お顔を左に向けて、こう右の頭がマットをぐーっとお尻遠く押し出すように、右の体側を広げていきましょう。お尻を左に振って、もう一つ体側の伸びを深めて、そしたらお尻をゆらゆらーっと左右に揺らしていきます。小さな動きで構いません。真ん中に戻ってきて、吐く息でもう一つ胸や脇、マットの方に近づいて、ゆっくり起き上がっていきましょう。左手強く床をして、反対側です。今度は左手を前に伸ばして、お顔を右に向けて、お尻は遠く。じゃあまずお尻をぐーっと右に振って、左の体側伸びを広げていきます。ブラブラーっとお尻を左右に揺らして、真ん中に戻ってきたら、ゆっくりもう一呼吸、吐く息で胸や脇、マットの方に溶けていくイメージ。そしたらゆっくり体を真ん中に戻していきましょう。じゃあ今度は左足を左側に伸ばして、右の膝と左のつま先が同じラインです。ここから右手を左に伸ばして、右の肩と耳がマット、左手を頭の方に伸ばして、指先カップハンズ。ここから左手を右に歩かせながら、肋骨視線天井の方に向けていきましょう。ぐっと右の肩周り伸びを感じながら、体を大きくテントのように広げていきます。そしたら左手を顔の横に戻して、上体を起こしたら両手がマット。ここからお尻を右のかかとに沈めていきましょう。両手体の方に近づけていいです。ぐーっと左の足裏蹴り出しながら、左の足内側大きく広げていきましょう。しんどかったら両肘伸ばしててもいいです。ご自分が呼吸できるところでとどまっていきます。吐く息で上半身楽に、肩周りも力を緩めて、そしたらゆっくり真ん中に戻っていきましょう。四つん這いのポジション。じゃあ今度は右足を横に伸ばして、左の膝と右のつま先が同じラインです。左手を右に伸ばして、肩と耳がマット。右手を頭上に伸ばしたら、指の腹でぐっと床を押して、背骨を長く、肋骨を右に向けていく。から右手を左に歩かせながら、もう一つ視線が天井の方、体重を左の肩に感じていきます。もう一呼吸終わったら、右手を顔の横に戻して、ゆっくり体を起こしていきます。ここからお尻を左のかかとに下ろして、右の足裏を遠くに蹴り出していきましょう。そう、両手は楽なところに下ろしていきます。
吸う息で体が広がって、吐く息でお尻、かかとの方に沈んで、右の足裏、遠くに蹴り出しながら、足の内側、ストレッチ。そしたらゆっくり真ん中に戻っていきましょう。四つん這いのポジションから両手、手のひら一枚分前に移動して、足の指を立てて、お尻を持ち上げてダウンドッグに移っていきましょう。必要な方は足踏みしたり、お尻を揺らしたり、必要な動きを加えていきましょう。じゃあここから右の足を大きく振り上げて、吐いて膝を曲げて、右腕の下から天井を見ていきます。骨盤を右に見せるように。視線前を見て、ここからピジョンです。右の膝が右の手首のそば、つま先を外に流して、左足後ろに伸ばしていきましょう。もうつま先までまっすぐ後ろです。まず指先を立てて、ぐっと骨盤を起こして。そう、両肩楽に。そしたら左の足の甲を寝かせて前屈に移っていきましょう。両手を前に歩かせながら好きな深さでホールドしていきましょう。前腕をついててもいいし、上半身完全に床に預けてもいいです。右のお尻やももの外側、そのタイトなところに呼吸が広がるイメージで、吐く息で肩周り、上半身、ふわっと力を緩めていきます。私は恐れや不安を手放します。体の中にホールドしていたもの、吐く息とともに吐き出していきましょう。そしたら腕の力を使ってゆっくり体を起こして、ここから左足ぐるんと前に持ってきます。そして膝を曲げて、ご両膝を重ねるように、そう、両かかと左右に開いてゴムカーサナ、牛面のポーズのポジションです。しっかりお尻がマット。両手を体の横に下ろしたら、吸って右手が天井。吐いて左に倒れていきましょう。骨盤はどっしり床に沈んだまま、余裕があれば視線が天井。OK。そしたら真ん中に戻って、左の足後ろに戻して、両足後ろダウンドッグに戻っていきましょう。お尻を持ち上げてダウンドッグ。一度全身を大きく広げていきましょう。じゃあ次の吸い息で左足を振り上げて、吐いて膝を曲げて、左腕の下から天井を見上げます。ぐーっと骨盤を左に見せるように。ここからピジョンです。左の膝が左の手のそば、つま先外に流して、右足まっすぐまっすぐ後ろに伸ばしていく。まずつま先を立てて骨盤まっすぐ。両手で床をして胸を高く。ここから前屈に移っていきます。右の足の甲を寝かせたら骨盤背骨まっすぐ前に倒していきましょう。またご自分が呼吸できるところでホールドしていきましょう。肘左右に開いて両肩楽に。顎の力やお顔の力も抜いていきます。でもう一呼吸終わったら腕の力を使ってゆっくり体を起こして、ここから右足をぐるんと前に持ってきます。両膝を重ねて、そして右のかかと、左のお尻のそば、一度骨盤どっしり床に沈めていきましょう。両手が体の横、吸って左手が天井、吐いて右に倒れていく。こう左の手遠く、
もう一呼吸終わったら真ん中に戻ってきて、ダウンドッグに帰っていきましょう。ダウンドッグのポジションで3呼吸。必要だったら足踏みをしたり、お尻を揺らしたり、頭を揺らしたり。最後に一度クレンジングブレスをしていきましょう。鼻から吸って口から吐き出す呼吸です。鼻から吸って、口から吐いて、そしたら両膝ついて四つん這い。すねをクロスしたら足を前に出して、このままあぐらか楽な姿勢で座っていきましょう。両手楽にももの上に置いて、そっとまぶたを閉じて、今の自然と広がる呼吸と静かな心の状態感じていきます。両手を胸の前で合わせて、最後オウムのチャンティングで終えていきましょう。鼻から吸って、おありがとうございました。今日は全身を気持ちよく広げていくプラクティスをお届けしました。今のゆったり深い呼吸の状態を一日保ちながら過ごしていきましょう。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。